どうも、浜の YouTuber 宮野です。今回はね、前回の続きからやっていきたいと思います。で、前回ね、とりあえず、キャラクター作って、街をぐるっと一周して、キャラクター紹介されてってところで終わったと思うんですけど、あとクエストを受注してね。なんで今回はその続きから、なんでクエストプレイからやっていきたいと思います。アクション。マップ画面。丸ボタンで転移門へアクセスするとワールドマップ画面から各地へ転移することができます。最初行ける地域は少ないですが、冒険を始めることで、増えていきますと。ワールド画面を開く、倉庫を利用する、やめる、ワールド画面。これでクエストに行けるわけじゃないの？あ、ここか。あ、なんか出てる、びっくりマーク。ここに行けばいいのかな。エリアに移動します。これでクエストができるんですかね。やっていきましょう。いやー、今回ね、クエストがメインになっていくと思うんですけど、どんなクエストが待っているのか、やっていきましょう。チュートリアル5では初めてのね、クエストなんで、まあ、どんな感じなんですかね。お、さあ、転移されてきましたよ。今回4人パーティーですね。さてと、アルゴが言うには、フィールドクエストが点在しているって話だよな。メインパレット。タッチパッド、右側を押すことで、メインパレットを開いたり消したりすることができます。まあいいや。よし、行こう。行きましょう。メインパレットっていうのが、あ、これのことね。まあいいでしょ、これは。さあ、この広大なフィールドで、狩りを進めていきましょう。せいや。お、これで攻撃できるんじゃないですか。あれ違う。これか。これだな。よし。みんな、戦うぞ。ちょっと待って、操作法の確認で、ちょっと一回。待ってね。三角。ちょっと待って、わかんないぞ。前回チュートリアルであんだけ練習したのにさ。これだ、これまあ慣れていきましょうか。これちゃんとどんどんプレイして、さあどんどんクエストにやっていきましょうか。どんどん倒していこう。 OK、 いいね、楽しい楽しい。で、これは何でしょう。光ってます。なんかゲットした。パリ？パリ？よくわかんない。いやー、本当にこの広大なマップ。止まった。宝箱について。フィールドマップにあちこちに宝箱が落ちていますと。茶色以外は、青い宝箱と赤い宝箱があります。近くの強敵が、封印していますと。で、毎回変化します。運が良ければ長く使っていける強力なアイテムの可能性も、見かけたらレアアイテムゲットに挑戦してみましょう。まあこの辺はいいでしょう。じゃあ宝箱ゲットしますか。おっと、こいつは倒しましょうか。やられちゃった。うわ、逃げろ。そう、この緊急回避ね、もうできるようになったから。緊急回避。あ、くそ。痛い。宝箱ゲッチュ。ブレイブコート。これ装備できるのかな。どうやって装備するんだ。アイテム。違うな。ログ。ちょっと待ってね。スキルじゃないな。違う、スキルはまあ後で読もう。まあこれスキルツリーってやつですね。スキルツリー、まあいいでしょ、これは。まあいいや、装備は後でいきましょう。どんどん倒していこう。今日はね、もうクエスト重視ですから。 OK、 さあどんどん倒していこう。モンハンにいるドスファンゴみたいな。お、なんかいる。カニだ、カニ。うわ、やば、レベル4だって。俺たちレベル1だぞ。まだ簡単には負けません。また襲うか。やばい、硬い硬い。逃げろ、かわせかわせ。やば、死んだ死んだ、死んじゃったよ。あ、復活させてくれたアスナがやばい、弱い俺。あ、丸ホールドって何これ。あ、丸長押しか。回復、オッケー、回復した。トロフィーを習得した。君のことは俺が守る。トロフィー習得した。なんかそれか。もうあと一押し。オッケー、倒した。あそこにアイテムが残ってる。これなんだ、なんかゲットした。まあいいや。この宝箱は周囲にいる敵たちによって封印されている。お前らか。いや、こいつらちょっと倒せそうにないんで。あ、これ何。あ、リズベット助けてあげよう。今ごめんね。あ、あれか、倒されても何回でも復活できるのかな、パーティーメンバーがいる限り。まあいいや。あの宝箱は欲しいけど倒せそうにないけど俺は頑張る。いけ、みんなでやれば怖くない。そう、チームプレイやってこう。倒せみんなでいけば怖くない。せいや。オッケー。さあ、あと1体どこだっけ。サッカーにいたあいつだ。倒そう。みんなでいけば怖くない。チームプレイ。さあ、登っている。チャンス。やばい、死にそう。死んだよ。助けてリズ。シリカだった。あ、俺が回復させてあげよう。ホールド。大丈夫、頼むアスナ、回復お願いします。ありがとう、グッジョブ。あと、あれまだ回復。これがお前か。お前を倒せ。何回やられてもいいのかな。でも本当にそんなぬるいことある。嘘、またやられたよ。助けて。オッケー、またやられた。やばい、強い。待って、みんな死にそうじゃん。やっぱ無謀だったのかな。無謀だったんだね、やっぱりあれは。お、なんか今チャンスじゃない。回復作業。後ろから攻撃。もっと攻撃。そう、連続だ。もっと早く。やばい、真相。オッケー、やっと倒せた。みんなを回復させてあげよう。回復っていうか、なんだこれ、スタンからの、まあ瀕死状態から助けてあげるのかな。まだよくわかんないこのゲームのことが。さあ、宝箱開けましょう。パラライズ、なんかあれみたい。パラライザーってあれだよね、サイコパスの武器。まあいいや、それは。次行きましょう。どこに行けばいいんだ。あ、宝っていうかアイテムが起こってる。ゲットパリー。あ、なんか出てる。獣たちの血糖値。イベントフラグメントについて。マップ上の色のついた円に入るとクエストであるイベントフラグメントが発生します。まあ様々な種類があると。まあ、挑戦して宝箱ゲットしましょうって感じですかね。パーティーについて。パーティーコマンド。L1 で、パーティーコマンドを使うと、パートナーをかばったり、助けたり、連携を試みたりすることができます。スイッチについて。あ、これはさっきやったやつだね。丸ボタン。全然違った。L1 ボタンと、×ボタン。いいね、ついた。いいね。まあいいや、これは。あ、これでしまえんのか。かっこいい。この剣を抜く姿がかっこいい。このアングルいいね。なんかまあいいや、やっていこう。とりあえずクエストを進めたい。お前らを倒す。みんなでやろう。オッケー、1匹撃破。あ、違うわ、奥にいるやつを倒すのか。多分奥にいるあの茶色いやつを倒すんだと思う。これはオッケー。レベルアップした。お、あそこにアイテムが起こってる。ゲッチュ。こいつを倒せばいいんじゃないかな。さあみんなでやろう。チームプレイ。やばい、ちょっと蜂が来てる。なんかオッケー、行って倒した。お前らも倒すか。待った、パーティーメンバーが。ちょっと待って、痛い。やばい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 。強い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 ぞ。普通に強いんだが相手が。ちょっと待って、難しい難しい。慣れない慣れない。こういうゲームをね、僕はやったことないんですよ、あんまり。やばいやられちゃった。スタンか。オッケー、こいつら倒すのか。倒そう倒そう、みんなで連携しよう。連携。オッケー。あと何体、あと何体倒せばいいんだ。お前らか。やばい、死にそう。死んだ。強いよ、ちょっと助けて。アスナ、アスナ助けて。ありがとう。回復は無理か。あ、やばい、もうやばい。最高だ。オッケー、みんな気をつけて。そしてシリカがやられている。ここは食らわないはず。オッケー、食らってない。あ、食らってる。やばい、かわせかわせかわせない。もう難しいよ、ちょっと。オッケー、よし。これであと何体。あ、リーズしてないシリカ助けてあげよう。オッケー、あとはあいつを倒せばいいんだと思う。体力平気ですかって回復させてくんないの。まあいいや、行こう。回復してくれた。オッケー、かわす。そしてそこで俺はかわすと。ここでもかわすかわすかわすかわせ。ああ無理、もう難しい。みんなコラボじゃない、コンボ。チームプレーしよう。合流した後はオッケー、よし。ああ強すぎる。ちょっと強いよ、いきなり。こんな感じで進めていくわけですが、もう何回死んだ今日。よし、クリアだ。この先も見つけたら連絡していくか。攻略だ。もう疲れた。エピソードクエスト。イベントフラグメントをクリアしたときに、条件を満たすと連続して新たなクエストを起動することができます。うん、いやー、さてと、この後はみんなと集まる予定だから一旦町に戻るか。いや、戻ろう、もう疲れた。今すぐ町へ戻りますか。戻ろう。ちょっとね、普通に疲れた。強い。もうね、ほんとね、僕はこういうね、こう、なんていうの、戦闘系っていうのかなをね、プレイしたことがあんまないんですよね。だからなかなか、めっちゃやられちゃったね、今回。うん。あ、戻ってきましたね。待ち合わせ宿屋のラウンジだったな。商店通りにある宿屋に向かおう。さあ、宿屋に向かいましょう。みんなと待ち合わせしてるみたいですね。こっち公園か。宿屋はどっちじゃ、こっちか。商店通り。せい。一人称で行こうか。いや、本当にね、強かった。あって、普通に最初のフィールドで、自分レベル1で向こうレベル4とかさ、殺しにかかってるよね、本当に。いや、強かった。いやー、僕が下手なだけなのかね。いやー、強かったな、でも。お、新着メッセージが届きました。なんだなんだ、商店通り。お、アスナーが近い。近いよ。やめよう、やめよう、やめよう。お。あ、リズかと思った。違った。まあ、宿屋に向かいましょうか。こっちで行こう、やっぱ。宿屋はどっちだ？宿屋、宿屋。宿屋っぽいやつ。あれか、宿屋は。さあ、宿屋に行きましょうと。疲れた。すいませんね。いやーと、疲れた、本当に。お、いい BGM ですね。癒しの BGM。お、なんか急にアニメーションが始まった。みんな寄るね。はーい、それじゃあみんな乾杯。いやー、乾杯。お疲れ様でした。乾杯。いいな、こういう飲み会。いただきます、リズ。でも本当におごりでいいの？お、おごってくれんすか？任せなさい。なんたって私が本日のコル稼ぎナンバーワンなんだから。おお、それはすごいね。まさかいきなりレアアイテムを引き当てるとは、ついてましたよね。すごいじゃん。レアって言ってもゲーム開始直後だし、少し攻略が進めばきっとポコポコ出る程度のものよ。かっこいいこと言うじゃん。だったらサクッと売っちゃって、こうしてみんなにご馳走した方がよっぽど有効な使い方でしょ。なんかいい子だな、リズベットって。リズかっこいい、かっこいい。それほどでも。じゃあ褒められたら調子に乗るタイプですね、ちょっと。まあそれがいいとこでもある。なんだよリーファー、突然笑ったりして。笑いすぎでしょ。ご機嫌そうだな、リーファッチ。リーファッチ。こうしてみんなと一緒にゲームを始められたのがなんだか嬉しくって。確かに。私 SAO は後からログインしたし、 ALO は先にプレイしてましたから。リーファー、ゲームに無縁だと思ってたのに、まさか最新ゲームの ALO で遊んでいたとは思わなかったよ。 ALO だから続けられたんだと思う。空を飛び回るの楽しいし。確かに楽しそうだな、あれ。そりゃわかるよ、あの飛ぶ感覚を味わっちゃうとな。あ、これは思い出さなくていいかな。また回想ですね、きっと。これは話を進めましょう。今回は晴れて足並みを揃えてゲームを始めることができるな。はい、一緒に始めるってこんな感じなんだ。なんかこれからみんなで頑張るぞって雰囲気でいいですね。確かに。このゲームではみんな同じ立場で苦楽を共にするわよ。さあ飲んで飲んで。おごりあざす。あ、どうも。酔っ払いみたいだな。あ、もう。外部からメッセージだ。添付ファイル。添付ファイル。これってまさかもうできたのか。めっちゃ驚いてる。何のことだ。どうかしましたか？ああ、シリカにとっても朗報だよ。ちょっと待ってくれ。よし、実行っと。何ですか？いきなりです。何でしょう。わあ、なるほどね。こんにちはです、皆さん。ゆい。やっほー、やっと出てこれた。ストレアだね。これちょっとメモデフでしか見たことない。ゆいちゃん、それにストレアさん。プログラムであるゆいたちをこのゲームに展開できないかいろいろ探っていたんだよ。けどまさかこんなに早く会えるとは思いもしなかった。お、ピナ。よかったな、シリカ。はい、まさかピナに会えるとは思っていませんでした。パパ、ママ、一緒にいることができて嬉しいです。俺もユイとここで会えて嬉しいよ。私もだよ、ユイちゃん。ああ、ユイは俺とアスナの大事な娘なんだからな。ここでもパパやママと楽しい思い出をいっぱい作りたいです。私もこっちでみんなと会えてすっごく嬉しい。ストレアやピナも欠かすことのできない大事な仲間だからな。ちょっと僕はストレアについてあんまり知らないんですよね。どういう関係。私たちをそんな風に思ってくれてありがとう。AI なんだ。だが抱きつこうとするなって。喜びを表現しているだけなのに。ストレア、パパを困らせたらダメですよ。そうだよ。さすがお姉さんだな、ゆい。見た目は逆に見えても私の方が年上ですから。あ、ゆいの方が AI としては先にできたってことですかね。そういう意味かな。ブーブー、そんなに心配しなくても大丈夫なのに。ブーブーだ、赤ちゃんみたい。じゃあゆいちゃんたちも揃ったところで2度目の乾杯といきましょうか。そうだ、私のおごりだから好きなもの頼んじゃっていいからね。わあ、ありがとうございますリズベットさん。なんだか上機嫌ですね。何かあったんですか？実はね、レアアイテムをゲットしちゃったのよ。幸先いいでしょ。だからそれを売ったお金でこうしてみんなにご馳走をしているってわけ。そうなんですか？何というアイテムを取得したんでしょう？白影の牙っていうアイテムよ。白影の牙ですか。ちょっと調べてみますね。まあ今の段階では珍しいってだけだろうけどね。あ、すごいですよリズベットさん。ドロップ率 0.07% の武器素材アイテムです。めっちゃリアルってかめっちゃレアって意味ですか？ 0.07%。 これで作られる武器は特殊効果がつくので長く使い続けることができそうですね。先に進んだとしても手に入れる機会が少ない、まさにレア中のレアアイテムです。それを売っちゃったの？私、そうみたいです。まあ世の中知らない方がいいこともたくさんあるよ。あの後でポンポン手に入るって言ったら確かリズが自分で。私のバカバカアイテムが特殊効果付きの武器が上機嫌からの一気に落とされるっていうね。かわいそうだね。ほらリズさん、レア武器なんか持たずにみんな同じ立場で苦楽を共にしましょう。慰めてくれてるリーファが。ここはおごりじゃなくて自分たちで支払うことにしとくか？それがいいかもしれないね。あらら。それじゃあ私もログアウトします。続きは今度。ああ、またな。じゃあね。みんなログアウトの時間ですね。リズ、元気出せよ。バカね、平気よ。貴重な武器の1本や2本自分で作ってみせるわ。その気だ。じゃあまたね。リズがたくましい子でよかったわ。俺だったら数週間は引きずってるよ。それにしてもソードアートオリジンかデータを移植しているからこの街やフィールドはあの時と同じはずなのに私には全然別に見える。君やみんながそばにいるからだろうね。そうだな、俺たちはみんなと揃って前に進んでいる。うん、それじゃあ私も落ちるね。これからいっぱい遊ぼうね。もちろん。それじゃあな、アスナ。って感じでみんなログアウトしたんですかね。さてと、一人になったけどどうしたものか。ユイとストレアは他のゲームとの行き来を調べに行ってるし、ログアウト前に1回くらいクエストを回してから。お、この子は NPC。 俺のことを見てる。それが NPC の少女と俺の初めての出会いだったって感じで、最初のあのオープニングと重なるってことですかね。という感じで今ね、オープニング挟んだんですけど、多分オープニングの部分はね、著作権的なところで取れてないと思います。そして ALO と続いてきたフルダイブ技術の広がり、それはやがて新しいゲームの誕生へとつながっていく。今から一月ほど前、俺たちゲームプレイヤーだけではなく、世間を騒然とさせるゲームが突如発表された。そのゲームの名はソードアートオリジン。それがこのゲームのことですね。 SAO と名前が似ているだけではなく、ゲームデータも SAO からの移植とあって、誰もが驚きをあらわにした。かつて4000人もの犠牲者を出したデスゲームに酷似したもう一つの VRMM を、当然のように世間からは批判の声が上がるが、それを抑える手回しがすでになされていた。安全性を打ち出しているアミスフィアの使用と、政府機関による運営会社の監視、さらには開発協力としてセブンが名を連ねていた。このゲームの真の目的は、フルダイブ技術の発展のため様々なデータを取ることらしい。その上でセブンの開発協力は、世間の批判を払拭するためだけに起用されたのだと自身が話していた。それでもあえて何も言わず協力したのは、フルダイブ技術の可能性を追い求めるためだという。新作発表の騒ぎが徐々に落ち着きを取り戻した頃、俺たちはセブンからオリジンのテスターとして招かれる。俺や SAO で共に戦い抜いてきた仲間たちは悩んだ末にテスターとして参加することを決めた。それはセブンと同じくフルダイブ技術の可能性を追いたいという気持ちが確かにあったからだ。俺たちにとってもう一つの現実、そこで互いに気づいた思いを否定しないためにも、俺たちは前へ進まなくてはいけない。こうして俺たちはオリジンのクローズドベータ初日を迎えたという感じで、まあソードアートオリジンの世界に入っていったっていうことですかね。クローズドベータが開始して2日目、今のところおかしなことが起きている様子はない。だとすると、昨日のあのメッセージは何だったんだ。確かにアインクラッドは SAO の舞台の名前であって、このゲームの舞台はアイングラウンドだ。まあだいぶ似てるけどね。現実性融合ネットワーク、アクチュアリティインテグレーションネットワーク、その頭文字を取ってアイングラウンドと名付けられたらしい。もちろん多少なりと影響を受けているだろうけど、少なくともアインクラッドという名前じゃない。それから送信者の C、 このメッセージを送ってきたのは一体誰なんだ。 C っていう名前、頭文字ですかね。なんか、おーい、聞こえてますか。誰でしょう。お、これはストレアじゃないですか。ストレアじゃない、フィリアか。ようやく気がついた。ああ、フィリアたちか。さっきから声をかけていたんだけど、道の真ん中でマヒ毒でも食らった。シノンですね。いや、難しい顔していたけどどうしたの。ユキ、悪い、ちょっと考え事は。それよりも今日は3人とも来られたんだな。昨日はどうしても外せない用事があったのよ。本当はみんな揃ってゲームを始めたかったけどね。仕方ないさ。逆に昨日はいたけど、今日はログインできない人もいるし。僕も昨日は病院の検査でさ、体を休めるように言われてたんだよね。今日は来ても大丈夫だったのか。バッチリ、思い切り遊んでもいいって言われたよ。よかったじゃないか。でもゲーム開始直後はやること多くて大変だぞ。やることが多いなんて楽しみだよ。昨日来られなかった分頑張って取り返さなきゃ。にしても本当に SAO そっくりだね。まだ街の中しか見てないけど。懐かしいだろ。けどところどころ調整もされていて、店の数や種類も変わってるんだ。へえ、それは探索のしがいがありそう。ここが SAO でも最初に来る街なのよね。シノンが SAO に来た時はリーファと同じくデイモンがおかしくなった後だったもんな。76層より下には行けないっていうあれね。自分があのデスゲームにログインしちゃったって理解した時は本気で焦ったわよ。ダイブしちゃったのは完全に事故だからな。あの時シノンに出会えてよかったよ。それこっちのセリフじゃない？え、そうかな。じゃあお互い出会えてよかったってことでいいわよ。私はやっぱりこの街はちょっと怖いかな。デスゲームってここから始まったわけだし。俺たち SAO 生還者サバイバーにとってはそれが普通の反応だと思うよ。けどここはあのゲームじゃない。そのことは間違いないからさ。そっか。うん、そうだよね。せっかくセブンちゃんが招待してくれたんだから思いっきり楽しまないと。僕は SAO の街並みを見たことがなかったからすごく新鮮だよ。やっぱ ALO とは雰囲気が違うね。悪くないだろ、こっちの感じも。うん、見て回るだけでも楽しそうだな。私もどこにどんなものがあるのか見ておきたいかな。それならまずは街の中を見物しようか。私が案内してあげるよ。それは助かる。よろしくお願いね。やったね。おすすめの場所とか教えてよ。じゃあ私たちは街を回ってくるね。後でクエストとか一緒に行けたら行こう。オッケー。あとそうだ、忘れちゃいけなかった。フレンド登録しておかないとな。あ、そうだね。ふつつかものですがよろしくお願いします。ちょっとおかしいでしょ、そのセリフ。よし、みんな登録完了っと。それじゃあ街探索に出発。あ、なんで先に行くの？案内するの私なのに。賑やかな観光になりそう。行ってらっしゃい。楽しんできなよ。そうね、行ってくるわ。よし、俺も今日から本格的に攻略開始だ。そう、途中で言おうとしたんですけど、シノンとかと出会ったのって原作の話と違うんですよね、ゲームの話と。よし、フィールドに出てみるかな。天イモン広場に向かおう。天イモン広場に向かおう。天イモン広場、天イモン広場、こっちかな。まあとりあえずクエスト1本プレイしていきましょうか。これで多分全員出たかね。あ、なんだこれ、急にアニメーションが。ああ、そう、最初から思ったんだけど、あのお城なんだろうと思って。国鉄宮か。ここにはあまりいい印象がないんだよな。国鉄宮って聞いたことあるの？なんかこの場所はゲーム中にプレイヤーの HP が尽きた時死に戻りする場所として用意されている。そして本来なら SAO でも同様の使われ方をされるはずだったんだ。でも結局デスゲームと化した SAO では誰一人として死に戻りするなんてことはなかった。さあ、死んだ人はもう帰ってこないからね。くっそー、やられた。回復しなくてもいけるって思ったのが失敗だったな。リベンジしに行こうぜ。もう敵のパターンは把握できたからよ。おう、心配することなんてない。このゲームはちゃんとここに死に戻りする。さあ、ちゃんと戻ってくるってことですね、やられても。さてと、フィールドに出る前にショップでも覗きに行ってみるかな。ん？ぶつかった？後ろに人がいるって気がつかなくて。これはあの子じゃん。君は間違いない。あのメッセージが送られてくる直前に見かけた NPC だ。俺のことを追ってきたのか、それとも単純にここが徘徊ルートなだけなのか。ぼーっとしてました。いや、こっちこそ気づかなくて。手を貸すよ。前にもここで会ったことはあるよな。話しかけてもこれといった反応はなしとなると、ナビゲーション用の NPC ということはないよな。普通に考えればクエスト NPC だとしたら、クエストを開始するワードがあるはずだな。あ、君、何か欲しいものがあったりしないか？欲しいもの？違うか。それじゃあどこか行きたい場所があるとか。発生した。発生とは？いやこっちのこと。目的地までの連れ歩きクエストってことみたいだな。よし、それじゃあ君の行きたい場所に案内するよ。わかりました。パーティーに入った。名前は、あれ、名前が空白だ。 HP ゲージの上に出るはずなのに、クエストをクリアしたら判明するとか、そういったパターンなのかな。どうかしましたか？ごめん。それじゃあ行こうか。パーティーに入ったけど名前がわからないって感じですかね。他キャラクターの育成。他キャラクターにカーソルが表示されている状態で三角ボタンを押すと、キャラクターアナライズ画面が表示されます。ここではステータスとエクストラスキルの情報を見ることができます。また中央にはエモーションウィンドと呼ばれる領域があり、そのプレイヤーの個性が感情の大きさと表示されています。その人らしさがアイコンとその影響力として表現され、この状況が戦闘や街中での振る舞いに影響しています。成長度合いにも連携しており、どういったことを覚えやすいかということを積極的に行うかが変わってきますと。まあこの辺は読まなくていいかな。ちゃんと。まあ飛ばしていきましょう。エモーションウィンド。まあいいでしょう。あとで読みましょうか、これは。で、まあとりあえず、まあプレミアが、まあね、プレミアって言うんですけど、この子。まあ仲間になったんで、いっぱいいる。ピナがいる。素敵なところですね。そうだね。のんびりできそうですよ。そうだね。のんびりできそう。いや、僕も行きたいもんだって。エギルがいる。素敵なところですね。まあということで、今回はプレミアが仲間になったところでのんびりできそうですよ。終わりにしようかなと思います。次はね、このプレミアと一緒にクエストに多分行くんじゃないかな。素敵なところですね。というところから、まあ次はプレイしていこうかなと。ちょっとうるさいまあ交通から次はねやっていきたいと思います。まあ今度はまあ2回行ったか。次はプレミアと一緒に行動してクエストにプレイできると思うので、そちらの続きから次はねやっていきたいと思います。ちょっとうまくまとまんなかったんですけどまあいいや。ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは次のホローリアリゼーションの実況でお会いしましょう。じゃあね、バイバイ。